はいどうも、発狂マシンガンダーセス。今回は、いきなりなんですけど、この状況で勝てますかということで、まあ、ある日普通に試合をしていたら、この状況になったと。まあ、この状況を説明すると、アーセナルのユニフォームとバイエルンのユニフォームで戦うとこうなります。あの、ね、何も設定しなかったらこうなるんですよ。まあ、試合前ユニフォーム、まあ、変更できると思うんですけど、なんかアーセナルとバイエルンのユニって多分ホーム同士なんかな。あれホーム同士であんな似てんのに、あのまま試合スタートするのよ。なんか大体なんか、あの、同じ色とかだったら、まあ、勝手に多分変わってるんですけど、なんかね、アーセナルとバイエルンはね、変わらないよ。あんなに似てんのに。そのまま始まって、あの状況になったと。あれで勝てますかと。そこから、思いついた企画でございます。全員同じユニフォームで戦ったら、AI にも勝てない説ということでやってまいりましたよと。全く同じユニフォームで、22人。戦ったら勝てないんじゃないかと思ってしまったと。正直ね、まあ、さっきの状況でもだいぶ分かりづらかった。まあ、でもギリ戦えるぐらい、ギリ。ただ全員同じになったらちょっとさすがにやばいんじゃないかと、僕は思ったということで、今回やっていきたいと思います。マジでよくわからん企画ですよね。たまにはこういうのもやっていいんじゃないかということでね、やっていきたいと思います。ということで、最初にチャンネル登録と高評価本当にお願いします。ということでやっていきましょう。さあ、ということで、ここのレジェンドでやっていきましょうか。よくよく考えたら、これ、相手同じチームと当たらんのは無理かもしれん。なんか AI やったらね、ユニフォーム、なんか変えれんかったから、同じチーム当たらんのあかんっていう。まさかの。当たるんかな、これ。ちょっと、あ、当たらんかもしれんな。ちょ、このユニフォームで、この、相手をブラジルにしたろうと思ってんけど、これ、変えれんかったんや。ちょっと、やばいです。企画倒れの予感がしてきた。ちょっと頑張ってみます。同じチーム当たるのか検証していきます。来ました、やっと当たりました、やりました。ということで、これでこれを同じにすると、こう同じ、来ました、やっと来た。待ちに待ったこの時が来ました。このユニフォームかぶって喜んでるやつ俺だけなんよ。いやー、でも意外と早かった。4回目ぐらいで来ました。ということで、これでね、全く同じユニフォームで、AI に勝てるのか。あれ、レジェンドですからね。あれ、やっていきたいと思います。やっとよ。やっぱ当たんねんや、このイベント。素晴らしい。よかった、マジで。特に何も考えてなくて、始めたから。さ終わりやろ、これ、おい。おいおい、おい、一緒やんけよ、こいつら。おい。同じチームで練習試合やないかい、これ。おい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 。AI はだってさ、これ、AI やから、そのユニフォームの違いとか何も関係ないわけやからさ、ちょ、おい、一緒のチームで練習してるやん、おい。紅白戦やないかい、おい。紅白戦でもビブスキルは、おい。ふざけんな、マジで。おい、これマジで負けんぞ、これ。レジェンドってね、意外とちょいちょい。わく、おい、これ仲間味方どれ？こう、ファール。審判もわからん、これ。審判もジャッジできん、こんなん。何をしてんのっていう。味方同士でじゃれやってるだけやんけ、こんなん、おい。肌から見たら味方同士、味方同士やろ、これ。なんじゃ、この試合。選手もわからんなるやろ、これ。試合してて、俺、どれにパス出せばいいの、これ。おいおい、クソゲーや、おい、それ敵かよ。もう、これ勝てんの、マジで。下のやつはちょっとできるだけ見合んようにしよう。あれはちょっとズレやから、ね。あれはちょっと色ちゃんと変わってるからね。あれはちょっと見合んようにして頑張っていきたいけど。さあ、なんか味方から取って、味方が来た、味方から取る。さあ、あっちにいるのムバッペやな。さあ、いける。少なくなってきたら、なんかいけそうな気がするけど。いやーでも、ま、いやでも、向いてる方向でなんとか分かりそうではあるけど、ちょっと難しいですね。ここ、どれこれが一番分からん。これ敵なんよ、これが。もう、ね、危ないって、何これ。マジで分からんもんやな、これ。何をしてんねやろ、これ。サッカーこれ。サッカーじゃないです。なんや、これ。混乱するって、こんなフリーキック。こんな、これは混乱するって。何をしてる奴らなん、こいつらは。面白すぎる、これ。オッケー。
さあ、ここにサビオラで、これムバッペ、これムバッペ。いや、でもこれ選手も混乱するやろ、これ。選手も混乱っていうなんかあるんじゃない？ゲームやけど。さあ、ほら、もう、どれ味方かわからなくて、出すアイテムわからんやろ、どうせ。ほら、もう適当にやっちゃってるもん、ほら。わかってないから。これメッシや、これメッシ、オッケー。そこにムバッペ、オッケー、オッケー、オッケー。いいよ。意外といけるもんや。あ、ちょ、間違った。普通にミスった。さ、ちょっとこれ味方わからんけど適当に蹴ってみるか。味方わからんけど。コーナーマジで一番わからんってあれ。ちょっと待って、マジでちょっと待って、この絵面が面白すぎる。全員同じ服着て走ってんねんけど。あ、これ味方。おい、飛んでいけよ。おい、これ敵かよ、おい。なんじゃこれ。いや、これみんなにもやってほしいね、これ。誰か間違って壁入っていけよ、もう。わけわからん。カオスすぎる。頭おかしくなってくるって、こんなんしてたら。おい、これ、カーソル変わらん、これ、敵かよ、これ。カーソル変わらんと思ったら、これも敵かよ、おい。くな、お前は。ほんまに。マジで下見やんな、マジでわからんぞ。下見たらある程度はわかるけどさ。下の表見やんかったらマジでわからん。ある程度わかってもマジでわからんぞ、これ。あ、これ敵か。うわ、危ない危ない。マジで謎すぎる、このコーナーキックは。ほら、これどれマークすればいいのって。どれマーク、あ、これどれって。前半引き分けですね。意味がわかりません、これは。さあ、後半行くよ、もう。間違ったとこに立ってそうやけどな、みんな。あ、これ敵チームかって。こっち敵チームかって。あ、キックオフこっちじゃないのって。いけいけ、もう、ほらほら、相手もミスってるやん、ほら。これ AI も意外と分かってないんや。 AI は間違ってパスしてたもん、俺に。これ AI も実は混乱してた。 AI でもやっぱそういうのは混乱すんねんや。これなんかもう訳わからん、じゃれ合いしてんもん。これ選手たちが混乱してる。いや、でも前向き、いや、でも全員前向いてる、全員前向いてるけど、これサビオラや。いやー、無理か。え、これ、え、それ敵か。そっか。これは？え、ちょ、これも敵？全然、パス出した方向に行かんかった、パスが。味方やと思ってパス出したら全然そっちに行かんかったわ。え、これは味方やねんな。オッケーオッケーオッケー。あ、ここ、いい抜け出したビオラや、これ。オッケー。行きた。いやー、こっちが仲間で、どれだ、どれだ、ちょっと待って。え、先輩だけは分かりやすい。オッケーオッケー。え、これ敵じゃ、敵、どれ？ちょ、待って。わからん、マジでわからん。ガチでわからんぞ、これ。嘘やと思ってる人いるかもしれんけど。長年やってきたから多少は顔面でわかるかもしれんけど。長年の顔面でやっていこう。あぶねえ。キーパーも一番怖いって、ドイツ味方でドイツがシュート打ってくるかわからんねんから。え、意外とわかる。意外と選手をちゃんと見てあげたらわかるぞ。だって、これ、一試合目で勝てんかったら、え、もう一回同じチームと当たるまでやらんなあかん。ちょっと待って。それだけはだるい。ちょっと待って。今思ったけど、もう一回このインテルと当たるまでやらんなあかんっていう地獄が待ってた。ちょっと待って。忘れてた。勝たんなあかんやん。もう一回マッチングするまでやらんなあかんって。おいおいおい。忘れてた。ちょっと待って。そっちの地獄もあった。普通に忘れてた。パス出したと思った味方にいかんねんけど、敵やから。パス出した方向に行かないっていうことがある。どこに走り出す？それは。どれ何？俺、分かってないもん。中にいるやつも。あれ、誰が走ったって。あれ、誰が行ったって。もう引き分けたやん。もう一回インテルと当たるまでやらなあかんやん。ほら、勝てんって、ほら、圧倒されてるもん。ちょっと待って、延長あった。ちょっと待って、延長あった。ユニを見るんじゃなくて、今まで長年戦ってきたこの顔面を見る。顔面見たらわかるか。ほら、いった、ほらほらほら。もう敵のふりしろ、お前ら。お前ら同じユニ着てんねんが、敵のふりして、おい、ヘイとか言ってみろ。出すわ。絶対ヘイって言ったら出してくれるから、これ。わかってないもんだって、誰も。誰もわかってないから、ヘイヘイヘイって言ったら出してくれるわ、こんな。ほら、ほら、今、ルメイユとウォーカーぶつかりそうになってたの、わからんから。マジで分かってないんや、これ。そういうとこ再現してるんや、e フットボール。意外にも。意外にもそういうとこ再現してるんや。同じユニになったら、ゲーム内の選手も混乱するようになってますっていうシステム導入してる。まさかの。まさかのそういうとここだわってた。これ敵？これ仲間？どれ？どれ？なんか江藤に行った。撃て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 ！もう訳わからん。
これは意味がわからんって、もう。オフサイドとかも取れんやろ、こんなん。VAR ないと絶対無理やん。VAR ない時代これやったら終わりよ。え、PK ある？これ。PK で決着まさかの。ある。ある。PK で勝とう。じゃあ PK でいいよ、別に。説立証ならずやん、これ。説立証か。勝てない説やから、説立証や。説立証や。勝てませんでした。え、何今の、え、固有、めっちゃ威力やばなかった。今、固有じゃなかった、なんか。ほら、音が違うかったぞ、今。ちょ、後で見直したやな。ドーンみたいな。一人だけ銃撃ってた。ちょ、遅いて。遅いて、おい。おいおいおい。うまくね？な、AI はだって PK で 100% 勝てるやん。勝とうと思えば。ずるやん。だって俺が蹴ったのわかんねんもん、ほら。丸見えやん。もうずる、あ、入った。また遅いやつ持ってくんな、おい、バカ野郎。なんでそんな遅いやつばっかいんの？オッケー。もう AI がずるすぎるけど、なんか入る。止めたら勝ち。来い。こっちだ。来い。うわぁ。AI って真ん中大体呼んでくるから。もう接戦にしやんでいいって、もう。マジでいい。余計なことするな、終わらせろ、もう。止めれんやん。威力強くね、 AI の PK。 はぁ？ AI の PK なんか威力強ない？そんなんあるん？ね、俺にもそれやり方教えてよ。 PK のキック力上げる方法みたいな。ほら、なんか威力が違うん。なんかあのキックの音が違う。なんでこんな接戦してんの、マジで。これ AI が一生続けようと思ったらできるんじゃん。ねえ、負けそう。真ん中蹴る勇気はない。強く蹴れ。何でも決めれる。接戦すぎる。何6対6って。もう決めてくる、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ決めよる、相手も。だって分かってんねんもん、飛ぶ方。ずるやん。ずるすぎる。だって見えてんねんもん。ほら。でも入るんよ。7対7、やりすぎてる、普通に。おい、尺長いて。PK だけで長すぎるやろ。そろそろ大丈夫です、もう。オッケーオッケーオッケー。よしよしよし。あおれあおれ。もう尺は十分です。富安さん、決めちゃってください。富安さん、お願いします。さすがに。いやー、長かった。勝ったけど、説は立証や。勝ててない？こんなん。こんなん勝ったいなら。ということで、同じユニなら、勝てません。まあね、意味がわからない。PK7 対8まで行くっていう意味がわからない試合になります。検証結果、勝てません。ハイライト見てみましょう。意味がわからんやろ？ハイライトが一番意味がわからん。何のハイライトじゃこれ。意味がわからん。なんじゃこれ。ということでね。まあ皆さんもね、良ければやってみてください。面白いです。意味がわからん面白さがあるんでね。良ければやってみてください。ということでね、良ければチャンネル登録、高評価、コメント、お願いします。